間違って動画を消してしまったため、音声とイメージ画像でお楽しみください。お辞儀。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。最初、今年になってね、最初の収録ということでですね。あ、びっくりした。びっくりした。誰かと思った。すごいね。なんか、おかしいとこあります？全然。あ、です。はい。ってことで、何でしたっけ？いろいろ、話すことはないんですけども。ない。あ、ないです。今年の、なんかやりたいこと、ね、それぞれちょっと言って、抱負っていうのかなんていうか、できれば具体的に、具体的にこういうことをやりたい。そうですね。まあ、今レコーディングをやってる、レコーディング、レコーディング、5人衆の、その中でやっぱりそのだんだん、まあ、こういう曲を収録していくんだ。っていうことをやってるうちに、新しい曲がだんだんそのできてくるので、まあ、そういったことをまた新たなライブの中であのレコ発も含めてですけども、やっていきたいなと思いますかね。あとはそうですね、しのべ兄弟のこのチャンネルをもうちょっと盛り上げていければと思います。次回はあれですかね、尺八の、お、あ、そうですね、テキさん、おお、テキサー面白いですからね。面白いですね、うん、本当に、はい、あ、楽しみですね。楽しみですね。でこの間まだ一郎さんの太鼓の話をお伺いしたんですよ。今度は誰？一郎さん。あ、一郎さん。一郎さん。はい。で、今度はね、尺八の話を。尺八の二太郎さん。テキサー。似たろって言ったら、ね、なんか若干どっちにも失礼な感じがしますからね。俺たちがサンタローって、あーそこに繋いじゃうっていうか、はいはい、なるほど、なるほど、楽しみですね。で、はい、でどうですか、桜川さん、なんかあります？私ですか？はい、今年、やっぱりレコーディング、ね、レコーディング、まあ、やりたいことっていうか、それもう やんないとあれですかね。そうですね、はい、いつ CD 出すんだって言われて、出す出す詐欺って言われて、まあ、個人的にはそうですね、やっぱりあるんですよ。あ、なんですか？これは二重奏を作る。ああ、そういうこと。そうそうそう。なんかボケようと思ったけど、ちょっともうそのあれはなかったです。いや、はい、もうね、ちょっと少しできているんですけど、はい、なんかやっぱ飲んじゃうんだよね。そう、高橋さんとか関谷君みたいにいい曲を作ろうと思うんですけど、なかなか飲んじゃうんで。あ、でも二重奏いいですよね、本当に、うん、ね、やっぱりみんなでやってるって感が出ますしね、うん、私も二重奏の曲作りたいなと結構思ったりするんですけど、うん、ね、こう、うん、ゆっくりなとか、まあ、ミドルな感じの二重奏とかもいいですよね、あ、そうですね、いいですよね、古典の二重奏あたりもいいかと思ったんですけどね、あ、すごいですね、古典の二重奏、やっぱりそのレコーディングをやっていく中で、あ、これこういう風にできたらいいなっていう結構案がいろいろ浮かんだりしてきますよ、ね、新しいものが結構レコーディング、まあこれまでやってきたことを収録するんですけども、うん、その中でまた新しいことが結構浮かんだりもするので、結構それを大事にしていきたいなって思います、ね、そうですね、まあ、ちなみに関谷君は何をやりたい？あ、まあやっぱ去年これね、忍び兄弟やってて、やっぱ笛ふね、やってる人が見てくれてるみたいにさ、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そりゃそうですね、そのね、音を出すとか、うん、あ、
出ないとか綺麗な音出すとか出ないとか、うん、そういうのはやっぱりあの皆さん興味あるみたいな。ああなるほど、確かに。もうそれにそれをこう丁寧に、うん、まあ、私もねそんなにそのあれなんですけども、その丁寧にあのお伝えする動画も作ってみたいな、うん、それまあ一人でもねそれだったらできる。そうですね、実践型の、はい、あちょっと今日はこれだ小骨が詰まってた。あの服、この服奏法で我々よくやるその循環呼吸ってあるじゃないですか、循環呼吸のやり方とか練習の仕方を教えてくれっていうのをよく聞きますよ。ああそうなんですか、うん、我々このペットボトルでブクブクやったじゃないですか、それをこう見せたりとか、うん、たまにこう息足りない時ちょっと使うじゃないですか、循環呼吸のやり方とかを知りたいっていう人、うん、確かに循環呼吸はできたらすごいなと思いますよね、うん、私はちょっとできないんですけれども。いや、なかなか循環番長すごいですね、ずっと循環番長、もともとあのね、あのディズニーブルーの接客やってましたから、まあ、循環簡単なんですけど笛での循環って結構難しいよね。そうですね、一回ギネスに挑戦すると思って練習して7分ぐらいの時にちょっとクラクラしちゃってすごいですね、30分ぐらいと思ったらちょっとできないね。30分になっちゃった、まあ、できないことないか、30分できないか、あどうですか、ちょっとね、あの10分ぐらいできると思うんですけど、まあ、10分ぐらい循環という服っていうのがないからねそのじゃあ10分間本当に息の継ぎ目なくずっと吹き続けられるってことですかね、音の途切れなく。ないないですね、すごいですね、やってたらなんかね一時でずっとね、すごいですね。なんとかうティリリリティリリティリリティリティリティながらですって、やっぱりその循環呼吸の練習としてはディジュリディの方が入りやすいんですかね。いや、ペットボトルです。ペットボトルですか、私がいろいろ聞きたいぐらいですね本当に、ペットボトルでじゃあ最初はブクブクって練習しながら、その呼吸を意識しながら結構喉の開き方とか感じながらやる感じなんですかね。はいはい、いやなかなか難しいですよね、うん、循環呼吸って本当に。これそう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 。怒られたことありますよ。どんなことですか。マクドナルドの、オレンマックだっけな、オレンジジュース飲みながら、その子供がブクブクやってたんで、ブク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 ずっと続くブクブクこうブク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 ってオレンジジュース循環呼吸やってたらの汚いからやめないよって言われてオレンジジュース誰に言われた、まあある方にある方に確かにそうだよね、やっぱりちょっと飲み物で遊んじゃっていけない、まあ、こういう動画もいいですね。あ実際ペットボトルでどういうふうにしてそのあのペットボトルからホースつないでブク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 ってこれずっと途切れない練習、なんか今やってるなんかね、うん、そうです ね、それはすごいいいですね、なかなか、うん、あの話聞けないと思いますね、そういうファンなんか私もちょっと情報としてあの入れときたいなと思いますね、うん、本当に循環呼吸できるとね、浮き輪もそのまま入れられますんで必要ないですけど、ね、循環も必要ないです、ね、俺そうやったことありますけども、あんま必要なさそうだね必要がない。他に役に立つことって何かあるんですか、循環呼吸できて他に役に立つことって何かありますか。ないんじゃないですかね、特にね。あとこうボート、ちょっと大きいボート、ボートこう浮き輪もそうですけどボートもこう、それも普通の順同じです、ね、こっちでこうプカプカやったら早いっていう。ああそうなんですね。やめよう、いいですね、なかなか本当にっていうあのメールが結構届いたことありますね。あどこで見たのか、なんか
でも逆に本当にいろんな管楽器に対応できそうでいいですよね、うん、循環呼吸器と、ね、本当あのいろんな楽器管楽器ありますからね、副楽器が、うん、そういったものに全部あの応用して使えるんじゃないですかね、やっぱそういうの、それはいいなと思いますけど ね、 なかなかその相手の驚く顔を見られそうでいい、ね、そのあいつ呼吸してんだろうみたいなことを結構意外にあの言わないと分かんないんで、循環してるかどうかね、あ、そうなんですか、そうそうそう、例えば誰かとその何分ぐらい何秒ぐらいずっと吹いてやられるか競争しようみたいな時ってあのかなり有利じゃないですか、あ演奏にすごいレアなケースだと思いますね、用意とんでちょっとあのライバル的な方がいて、そういう方と結構やるとあのへこますことができるのかなみたいな5分ぐらいはでもできるんですよ、ね、すごい、まあ、やったらあの練習で4分ぐらいやってたじゃない、循環呼吸選手権ってありますよ、ね、あ、そうなんですか、ええ、そ, の の, なんかその方もなんか一番長くて2分30秒ぐらいだったと思うんですね、あ、そうなんですか、2分だから、ええ、だから優勝できるんじゃないですか、2分2分じゃ あってもだね、多分関谷君は鼻ほじりながら多分あの2分ぐらい吹いちゃうから、鼻ほじったらできないから、できないから、はい、前でも博多4分ぐらいやってましたから、ね、普通にやってましたから、ね、それはすごいですね、すごい、まあうん、まあ、ギネスにディジュリドゥの人が世界チャンピオンというのはあの非公認で2時間ぐらいっていうのがあるんだけど、まあ、ディジュだと、まあ、笛だと2時間やんないもんね、演奏の間にちょっと入れたりだから、まあ、あの5分もできれば2時間やる意味が分かんない、意味が分かんない、そうですね、なんかそういった循環呼吸を結構使いこなしていろんなことができそうでいいですよね、本当循環呼吸選手権か、すごい、何でも選手権あるんだね、しのぶえでそういった大会がちょっとあることを、前ちょっと聞いたことがあったもんですから、今もやってるのかちょっと分かんないですけどね、面白いですね、そうですね、あと何やりたいですか、あ、それでまあ、これ何やりたいっていうのとはまた違うんですけど、はい、話は変わるんですけど、動画ありませんでしたがラジオだと思って聞いていただけたら幸いです、次回もよろしくお願いいたします、お辞儀。